こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。日本は天国。日本人なら、オーストラリアアマゾン室で稼ぐチャンスがあります。初心者向けの副業。初心者が稼ぐために大切な3つのこと。簡単に始められる。すぐに結果が出る。続けていれば、上りエス,カレエスカレーターに乗っているように稼ぎが増える。この条件を、 3つともクリアする副業がオーストラリアアマゾン室です輸出で稼ぐスキルがあれば不安なく生きていける私はアマゾン室のサポーターをしながら世界を旅して暮らしていますニュージーランドのオークランドオーストラリアのシドニーロンドン自然博物館ストックホルムスウェーデンのストックホルム 中東のドバイといろんな場所に旅しながら暮らしています。現在、この動画はギリシャのクレタ島で収録しています。これも会員さんに稼げる輸出サポートを提供しているからできることです。サポートを受けていただいている会員さんに感謝しています。会員さんに売り上げを、売上のキャプチャーですね、提出してもらいました。去年の年末、 まあ、ほとんどの会社は、以前からやってる会社はね、えー、まだアメリカアマゾン中心なんですけど、30日間で3万4454ドル、まあ。これは日本円で、えー、380万ぐらい。で、利益率が30%ですから、えー、月約120万弱。これを誰を使うこともなく、一人でマイペースで1日4時間程度働いて、これだけの売り上げと利益を得ています。まあ、他にも2万2157ドル。 1万539ドル7669ドル6826ドルというような金額をね稼いでますそしてたまに私でも月30万稼げますかあるいは私ならいくら稼げますかというような質問をいただくんですけどまあ本音を言わせていただくとやってみなきゃ分かりません とんでもなく稼いだ人も結局やってみなきゃ何もわからないと言っています世界一の大金持ちジェフ・ペゾスねアマゾンの創業者総資産18兆円なんかもうよくわかんない金額ですけどジェフ・ペゾスの信条失敗するなら早く失敗するそして100倍になる投資で勝率が10%あるならすぐに投資すると100倍になる投資ね で勝率が10%、10回中1回は100倍になるわけですから、何もしないのと比べて、10倍のスピードで資産が増えていくということですね。これ実は、アマゾン輸出に取り組むこと自体が、もうこの状態になります。100倍になる可能性が10%以上ある投資、もうすぐやんなきゃ損だということです。 まあジェフ・ペツスはそういうつもりで言ってるわけじゃないでしょうけど、まあ、たまたまアマゾン室に取り組むということと、このジェフ・ジェフペツスの身長がね、心情がぴたりと重なります。続いてスティーブ・ジョブズ、資産、えー、207億ドル、2兆2千億円。億円。これはね、えー、スティーブ・ジョブズはも亡くなってますんで、奥さんのローレン・パウエル・ジョブスの資産額です。そしてスティーブ・ジョブズの言葉。 3ヶ月なんて頭は持っていない一晩で成果を上げてほしいと失敗,を失敗を覚悟で挑み続けるそれがアーティストだ安全にやろうと思うのは一番危険な落とし穴なんだと、まあ、ちょっとス,スティーブ・ジョーズのはね一般の人は、えー、真似るにはちょっと危険というか無謀というか死生観が合わないというか、まあ、そういうねことばかりますけど何しろ、ね、スピードとその失敗を恐れないという姿勢が えー、スティーブ・ジョブスから、スティーブ・ジョブスの心情でした。そして、日本一のお金持ち、ね、孫正義さん、資産227億ドル、2兆4062億円と、10秒考えてわからないものは、それ以上考えても無駄だ。すごいですよね。まあ、でも、これその通りだと思います。まあ、10秒考えてわからないものをね、それ以上いろいろ考えても無駄だと。 今すぐできること、すぐわかることに取り組むというのが大切だなという点があります。そしてソフトバンクの経営会議はすべてが直ちに決定され即実行となると。ソフトバンクには検討中という言葉はない。まあ、こ,のこれから私の感想ですけど、Yahoo!BB ービービーのスタートはもうあらゆる面で最悪でした、ね。私も申し込みましたけど、いつ、いつ使えるようになるか全くわかんないというね。 そして、しかもソフトバンクの通話品質はお粗末なもの。電話がなぜか突然切れると。重要な電話をする人はソフトバンク使えないと。ただ、そ,れそこまで品質を落としても、まあ、それがいいというわけじゃないでしょうけど、そこまで品質を落としても、即行動するという孫さんが日本一の金持ちになっている事実がありますのでね、やっぱりスピードが大切。 すぐやるということは何よりも大切とうまくできるとかそういう次元じゃなくてねやるってことはすごい大切なんだというのが分かりますそしてファーストリテイリング柳井さん資産195億ドル2兆670億円行動してみる前に考えても無駄です失敗していい恐れるべきでないと孫さん10秒考えてましたけどね柳井さんは全く考えないと考えてももう無駄だともう何よりも行動が必要だというふうに言ってます 楽天、三木谷さん、資産5660億円。行動するために考えるのではなく、考えるために行動する方が大事。10秒、考えるだけ無駄と来て、今度は、考えな、行動しなきゃ考えることもできないと。行動するためには、考えるためにまず行動しろというところまで来ました。まあ、多くの人は多分この逆をすると思うんですよね。 考えて考えて、7割8割成功する考えが頭に浮かんできたらやろうと思ってずっと何もやらないと。やってみなきゃわからない。何もしなきゃ何も変わらないです。日本で収入を得ようと思えば日本は地獄です。しかし、海外で収入を得るための仕入れ場所として考えると日本は天国です。それでね、まあ、さっきのこの 考考えて考えててやらないっていうのは、ねまあ、失敗と成功の勘違いっことなんですけど一般の動かない人はねスタートするってところを成功する方法が分かってスタート成功してまた成功してで成功を続けて目標を達成するというふうに、ね、考えてますけど、まあ、そうじゃないとスタートしてうまくいかないのは当たり前だとただこれ失敗じゃなくて学習なんだと学習を繰り返して 成功するようになって目標を達成するっていうのが、この、普通のビジネスの流れです。ただし、ね、甘ずい質っていうのは滅多にないチャンスなんで、この失敗が致命的な失敗、ね、再起不能な失敗は避けなきゃいけないと。そのための私のサポートです。何しろ大切なことはやること。何もしないで現状維持では厳しい未来が待っています。 今すぐアマゾン輸出を始めて自力で稼ぐスキルを身につけてください。チャンスは限られています。今はオーストラリアのアマゾンにバブルが発生する直前です。以前もヤフオクバブル、楽天バブル、アマゾンバブルがありました。乗り遅れば、乗り遅れれば参加費も上がりますし配分は減ります。今ならオーストラリアアマゾンで大きく稼ぐチャンスです。やることは単純です。 サポートメルマガに書いてある通り実行して楽しむだけ。アフィレートのように気の利いたコピーを書くとか、アドセンスのように魅力的な文章を何千ページも書く必要はありません。